こんにちは、ひろみつです。今回はこのような天狗面を作っていこうと思います。ホルキは切り材 15×23×9cm の角材に耳の分を足したものです。このような型紙、縦型、横型を使って彫刻していきます。複製や左右対称を見るのに欠かせません。この型紙は概要欄からダウンロードできます。天狗の鼻は後でつけるとして、まず縦型の形までノコギリで溝を入れます。次に明らかにいらない部分をナタで落としていきます。今度は顔の輪郭を切ります。この段階で裏を少し抜いてきます。
裏がへこんで持ちやすくなりました。縦型を当ててみて形が合ってないところを削っていきます。縦型がだいたい合ってきたので、次は横型を合わせていきます。だんだん彫りが細部へと進んでいきます。型紙の基準線は消えては書き、消えては書きします。少し見づらいですが、このような透明なもので型を作ることもあります。
これは口の型です。このように見本から高さを測って違いを見ます。はい、天狗の鼻を仮止めしています。鼻をつけてしまうと目が彫りにくいので、目が完全に完成してから鼻をつけます。このように彫刻刀に親指を添えることで、滑った時に手を切らなくなります。天狗の鼻も長すぎると見る人が鼻しか目がいかないので、私はやや控えめにしています。
ネットで買った山伏がつけるトキンという帽子ですが、この筋の数は煩悩を表していると言われています。これだと少し大きいので、木彫りの天狗に合わせて小さく作っていこうと思います。脱色された馬の尻尾の毛でヒゲを作っていきます。この縛っているミシン糸はボンドが乾いたら取ります。これを全部で49束作ります。結構大変です。この毛はこのままだと少しストレートすぎるので、アイロンのコテで癖をつけていきます。毛を植える穴です。キリやハンドドリルで穴を開け、微調整は棒ヤスリを使います。そしてお得意の銅板の眼球を作ります。
それでは下地用の5分を二皮で解きます。耳たぶぐらいの硬さになったら、今度はお湯を入れてきます。このようなものを面の裏につけると持ちやすくなって塗装しやすくなります。一度紙やすりで5分を削って整えた後、さらに5分を塗り重ねます。これは5分研ぎの様子です。金箔を貼った眼球は最初につけてしまうと紙やすりで傷をつけてしまうので、下地が整ってからつけます。細かいところはこのように爪楊枝で工夫しながら削っていきます。はい、眼球は2液製のエポキシボンドで留めて、境界線も5分で埋めていきます。
この指に布を巻きつけて塗る方法は摩擦がかからずに厚く塗れるのでやっています。ここで軽く磨いていきます。乾いた布でこするとすぐにツヤが出てきます。ここで色の変化の説明をします。これが濡れてる時の色です。乾くとこんなに白っぽくなりました。ここに布で摩擦をかけるとツヤが出るとともに少しだけ濃くなります。そして油の染み込んだ布で拭くとさらに濃くなります。この3段階の色の変化によってよりお面を立体的に見せていきます。上塗りが終わったら今度はひげを植えていきます。
ひげを木工用ボンドでつけたら、爪楊枝でくさびを打っていきます。見えますでしょうか。このように見えない場所にすべてくさびを打っています。天狗面完成しました。カツラと衣装でそれっぽく見えますでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。